やましいことはありませんので堂々と。やりがいはやはりお国をきれいにしていると実感できるところですかね。例えば首のピーすると人は簡単にお亡くなりになります。学校でお仕事調査の課題を与えられたアーニャ、自宅ではお仕事調査とヨルさん。やってるとこ見せてもらえって言われた。え、私のですか？どうしましょう、私のお仕事を。どっちの？いいですか、アーニャさん、これから私のお仕事を紹介します。うい。最初は弟を養うために始めた仕事ですが、今では誇りを持っています。店長もおっしゃってました、この仕事は軍の兵隊さんと同じで国家に命を捧げる尊いものだと。この方がお客様ですね。とっても売国クソ野郎殿です。アーニャさんにはお伝えできないようなひどいことをたくさんなさっているようです。では実際に見学してみましょう。ついてこれますか、アーニャさん。うひ。敵の規模や警備の配置などはお店がすべて調べてくれてますので、あとはただ乗り込むだけです。基本は剣敵必殺ですが、人違いだけは絶対に NG ですので、事前資料にはよく目を通すこと。やましいことはありませんので堂々と。やりがいはやはりお国をきれいにしていると実感できるところですかね。自分の仕事によって守られる命がたくさんあるかと思うと、刃にも力が入ります。申し遅れました。私はヨルさんの声真似の動画を投稿している隣の隣の隣です。今後もスパイファミリーなどの動画をたくさんアップしていきますので、ぜひぜひチャンネル登録してお待ちくださいね。このお仕事に必要なのは肉体や技術の鍛錬、他には人体構造のお勉強などでしょうか。お相手も人間ですから、せめて苦しませず一息に眠らせてあげたいものです。お命いただきたく存じます。例えば首のすると人は簡単にお亡くなりになります。他にも脳や心臓など急所への正確な攻撃。大丈夫ですか、アーニャさん。ロイドさんにはトマト祭りに出かけてたと言い訳しましょう。ヨルさんの脳内の映像が全部見えてしまう。アーニャお決まりのこの顔です。しかし久々に見たヨルさんのお仕事のシーン、血はピンクではありましたが、今までよりも生々しく描かれていましたね。アーニャ、父のお仕事調べようと思う。そうですか。それがいいかもしれません。市役所のお仕事は立派ですが、少々退屈かもしれませんし。帰ってきたロイドに説明するアーニャ。一瞬で物事は進みます。2日後のバーリント総合病院。この時のアーニャの服装は、まるでシャーロック・ホームズ、探偵のようで可愛いです。調べ物の定番ファッション。ヨルさんと買いに出かけたのでしょうか。もうすべてが愛おしいですね。アーニャはかっこいい白衣に着替えた精神科医のロイドに一つ一つ質問をしていきます。ロイドは心の風邪をひく人たちがたくさんいると言いますが、アーニャはお前はバカだから風邪ひかないとダミアンから言われたと言います。その後ロイドの同僚たちからお菓子をもらったりチヤホヤされ、父の職場パラダイスとメモするアーニャがキュートです。そして看護師さんの持つお菓子にはローマ字でハイパーお菓子と書いてあって、そこは原作と同じで細かいところにも遊び心がありますね。父はどんなやつですかという質問に、みんな揃ってロイドを褒めていて、まさに完璧な人物像ですね。しかしロイドは心の中でスパイの仕事に結びつけていて、アーニャはそれもメモメモしてしまいます。ここでお気づきだったでしょうか。アニメオリジナルの演出でカメラが遠ざかり、柱に何者かの影があってスッと消えるような描写があります。これは何なのでしょうか。気になりますね。続いて診療室の見学中にアーニャは隠しルートがあることを知ってしまいます。ロイドは休養で席を外すことになるので、その間に診療で使う道具で遊んでいるようにと言われます。それは箱庭に人形や小物を好きなように配置するという使い方です。ロイドがいなくなると、出ました、アーニャの極悪人フェイス。その後ロイドは病院事務の美しい女性と話しています。声優は桜彩音さん。このキャラの他には僕のヒーローアカデミアのうららかお茶子や進撃の巨人のガビブラウンなどを演じています。お茶子もガビもこの女性も毛色が違うのに演じ分けていてすごいなと思います。先ほどの変わったノックの仕方や話している内容を聞くと、ロイドの裏の仕事の工作員だということがわかります。
ひょっとしたら前のシーンで消えた影もこの女性に関係があるのかもしれませんね。そしてアーニャは隠し通路を見つけ、探検ワクワク。狭い通路に入ると下で会議をしている人々にお化けと疑われてしまいます。這いつくばっていたアーニャはそろそろ帰ろうと動きますが、足が挟まって抜けず、ギギギハンニーハンニー。下にいた人たちはついに青ざめて、幽霊だ。部屋に戻ったアーニャは焦って箱庭の宿題をすると、ロイドが戻ってきて箱庭を見てびっくり。どれ、お前の心は？カオス。見たことのない症例だとわなわな震えています。アーニャはローリングスイープアタックという単語を出します。これは前回ダミアンがお掃除中に出した技の名前のアレンジですよね。聞いていないようで聞いているアーニャ。骸骨や埋もれた人形たちを見たロイド、アーニャには早急なケアが必要だと判断。ここは笑えましたね。帰宅するとヨルさんは、お帰りなさい。ロイドさんのかっこいいオーダー療法を拝見できましたか？患者さんをバッタバッタとなぎ倒し、それはもうすごかったのです。チチバイオレンス。学校ではお仕事調査のレポート発表をしています。先生はアーニャの発表で、ロイドはさすがだなと思いながら聞いています。しかし途中から、父はコネを作るのに必死です。職場ではゴルフしたり裏ルートを使ったりします。あとお菓子も配ってます。すると、ざわざわざわ、お菓子？お賄賂か何かの隠語か？というふうにビビられます。極めつけは、あと、たまに患者さんを殴ったりするそうです。ロイド・フォージャーとげっそりするヘンダーソン先生には爆笑しました。続いてはアニメオリジナルストーリーがスタート。難解な暗号を読解せよ。大好きなスパイアニメの影響で暗号を書いたアーニャでしたが、ロイドから書き方の汚さを指摘され、ヨルさんに代筆してもらいます。完成した暗号をフランキーや数名のポケットなどに忍ばせます。チチチトップシークレットと得意げ。そして朝の学校でアーニャは後ろからベッキーが近づいてきて、振り返りもせずに髪をサッ。そして走って立ち去るアーニャは子供らしさがたっぷりでした。次にダミアンを待ち伏せしていたアーニャ、ダミアンの胸にトップシークレットと小さく叫びながら髪を押し付けて走り去って逃げます。これ感じた方いるかもしれませんが、まるで子供や学生が好きな子にラブレターを押し付けて走って逃げるシーンみたいですよね。ですが完全にスパイアニメの世界にどっぷりハマっているアーニャは、暗号だ、解いてみろ。あちゃー、アーニャはやはり子供でした。夜になって、明日誰が来るか楽しみと眠りにつくと、夢の中でアーニャはサングラスをしていて、さすがだな、あの暗号を解くとは、とスパイアニメに出てきたような人物に語りかけています。その頃フランキーは暗号を改めて見ると女性が書いた字だと気づき、さらに石鹸のようないい匂いもすることから、これはまさかラブレターと一気に鼻吹雪。想像の中でアーニャに、これを彼に渡してくれる？という美しい女性が現れます。唇に手を当て、恋はトップシークレットよ。そしてフランキーはバッチリとした清掃、そして真っ赤なバラの花束を持って橋の上で待つのでした。目は血走っていて、興奮のあまり一睡もできなかったようです。シーンはアーニャの朝の部屋、目覚まし時計が鳴っていてもアーニャは起きず、トップシークレットと寝言を言っています。20話はここで終わりです。今回はフランキーだけが暗号を読解できましたが、例えばダミアンは父が来ることを想像し、ベッキーは憧れのロイドが来ると思い、みんなそれぞれ橋の上に集まり、肝心のアーニャは寝坊してこないとかでも面白かったと思います。いろいろな想像が膨らみますが、皆さんはいかがですか？また今回もコメント欄で感想を教えてくださいね。ところで前回はヨルさんが主役のアニメオリジナルでしたが、今回はアーニャ回でしたね。またオリジナルがあるとしたら、次はロイド回なのでしょうか。次回予告は、とばり、初めての嫉妬。スパイファミリーにまさかの恋愛物語でしょうか。楽しみです。いかがだったでしょうか。ここまで見てくださりありがとうございます。次回の動画もお楽しみに。私は隣の隣で待ってます。チャンネル登録、グッドボタン。どうぞよろしくお願いいたします。大変恐縮なのですが。